アリーソ海サービスエリアは、富山県滑川市栗山並びに、同県魚津市湯城にある、北陸自動車道のサービスエリアである。共用当初は上り線のみの共用であった。これは、下り線の施設が隣接する湯上トンネルの事故工事の関係で完成が遅れたためである。また、この時点では朝日インターチェンジ名立谷浜、インターチェンジ館が開通しておらず、 ハイウェイショップスナックコーナーガソリンスタンドトイレの簡易な設備のみだった。アリーソ開という地名は富山県内には存在しない。アリーソ開とは大友やかもちが読んだ歌に由来する歌枕で富山湾の海のことを指すとされ、松尾芭蕉をはじめ多くの歌人、俳人が富山湾をアリーソ開と呼び和歌や俳句に呼んだ。実際には存在しない地名を利用した。 サービスエリア名は東 SA が初めてである。なお、実際の東 SA 周辺は、田園地帯で、富山湾までは 3km ほど距離がある。下り、新潟方面下り線に設置されている、ミラージュベル。下り線サービスエリアは、友情トンネル区間を迂回するように設置されている。2009年4月には、下り線が恋人の聖地としての認定を、 NPO 法人地域活性化支援センターから受けている。富山湾が見渡せる広場にはミラージュベルと呼ばれる金が同年12月19日に設けられている。ありがとうございます。